楽しく行動し、成果を出し続ける人は動物脳の使い方がうまい。こんにちは。ワイルドコーチングの佐藤です。で今日は、ボランティア、まあ、無償でセッションをしてはいけない理由について話したいと思います。コーチングに限らず、カウンセリング、セラピー、こういったことをお仕事にされている方で、無償でセッションをしてしまうっていうこと、あるかと思うんですよね。 でこれって一見、まあ、素晴らしいことのように思えるんですがリスクもあると思うんですよねでちょっとこれは佐藤の、まあ、昔話になってしまうんですがご参考にしていただければと思いますでこの経験があったから今、まあ、仕事としてコーチがやってるんですけれどもいろいろとこのリスクをできるだけ まあ小さくできるようになってきたかなというふうに思っております。それでは行きたいと思います。えー、独立前ですね。佐藤は日中、まあ、心理の臨床現場で働いて、で、夜ですね、大学生とか社会人に向けた、まあ、特にやる気が出ない、やる気が続かない、 自信がなない、い、行動できない考えすぎちゃう、そういった方々に向けてですねセミナーとか、えー、そういったものをやっていましたというのも自殺ゼロ社会っていうのをゴールに掲げていたからなんですねこの自殺ゼロ社会の実現っていうのは自分で自分の能力を押し殺してしまう人をゼロにする、まあ、そういった社会の実現を を目指してるわけです,、ね、ですので、本当に自殺してしまう人っていうのをゼロにするというよりは、もっとグレーゾーンの人ですよね。このように努力の3段階仮説があって、努力しその分の成果が得られる人、努力するけど成果が得られない人、努力したくない、もう努力したくない人、そしてもう 一番最悪のケースが、まあ、自殺してしまうということになるんですね。で、これをゼロにするためには、こういった段階で予防しなきゃいけないということで、この B、努力してるんだけども、なかなか成果が出ない、そういった大学生や社会人の方に向けたセミナーをやってたわけです。で、そこで知り合った方が、佐藤さんということで、 相談をしてきてくれたんですね。実は、友人で、自殺願望が強くて、ちょっと心配な人がいるんですよ。ということなんです。その方は、大学生でもう、就職活動を終えて、内定も決まっている。大学に在学はしてるんですけれども、もうすぐ卒業なので、内定先の会社の営業を、一応、 アルバイトの形ででやってるそうなんですねただなかなかその営業が成績が思わしくなくてだいぶ追い詰められているそういう状態もあってかなり自殺願望強くなってるそうなんですねしかも一人暮らしでご家族の話を聞いてみるとですねこの知人の方によるとですねまあご家族もちょっとこの方に対して もうほっといてるというか諦めてるというかそういった状態らしいんですよねなのでとても心配だとなんとかならないですかねそういうご相談がありましたああなるほどということで、まあ、こういった活動もしていますのでお話を伺ったわけですそうしましたらですね一人暮らしでもう本当 本当にもう、散らかった部屋でですね、まあ、顔見れば分かるんですけどね、すごく覇気のない顔をしていて、事情を聞いて、じゃあ分かりましたと。もしよかったらですね、週1回のペースでセッションをしますよ、ということで,で、無償でいいですよと。あなた大学生なので、ということで、まあ、話をして、じゃあぜひよろしくお願いしますっていうことで、 1> 週1回のペースで通ったんですね、えー。仕事を6時、7時ぐらいに切り上げて、で、電車で1時間半ぐらいですね、往復3時間ぐらいのところだったので、もう帰りはほとんど終電に近かったですけども、週1回のペースで通ったらですね、ちょうど4回目ぐらいの時にですね、もうかなり元気になってですね、いや、おかげさまでも本当元気になりましたと。 で、仕事の方も少しずつですが、成果が出てきて、で、今、大学にいる最中にですね、内定先の仕事とは別の、別のですよ。なんか、新しい副業も始めて、そっちの方も今頑張っていて、すごく調子がいいんですと。佐藤さんに本当にお世話になりましたありがとうございます。ということでですね、もう、大丈夫ですから。ということを言うんですね。でも、いやいや、待って待ってと。この、 脳機能バランスチェックシートっていうのをですね、この方にもやってもらったんですね。で脳機能バランスチェックシートっていうのは、その人の脳の使い方の癖を見える化したものですね。この六角形の大きさとか歪さを用いてですね、その人の脳の使い方の癖を見える化するんですけども、これをやったところ、まだそんなに大きくこう変化をしていないし、今ちょうどその大学生の身で、 まだアルバイトの状態でやってるから、ストレスがまだそんなに少ないんだよと。本格的にこの脳の使い方っていうのを変えていかないとまたぶり返すよという話をしたんですが、ここなんですよ。おそらくポイントなんですけどね。今でもちょっと反省してますが、いや、大丈夫ですと。で、彼の心境としてはですね、無料。ただでやってもらってるっていうですね、後ろめたい気持ちがあるわけですよ。申し訳ないと。しかも、 この社会人で、もう夕方まで目一杯働いて、しかも往復3時間かけて来ているっていうことで、申し訳ないと。心苦しいと。で、実際もう元気になってるし、大丈夫ですっていうことで、まあなんかも強引にですね、もう大丈夫ですから、ありがとうございますっていうことで、一応4回目で打ち切ったんですよ。で、まあ事情をですね、この共通の知人の方に話して、ああ、そうなんですかということで、まあ一旦そこは終わったんですね。 そしたら、2ヶ月後ぐらいですね。2ヶ月後ぐらいに、この共通の友人からですね、連絡があってですね、やっぱりちょっとですね、ぶり返してると。ちょうど2ヶ月後っていうのは本格的にこの大学を卒業して、仕事が始まったんですね。そうしたらやはりですね、ぶり返して、やっぱりその前の状態のようにですね、顔色も悪くなったと。 いうことなんですよ。ああ、やっぱりそうかということで、ちょっと自分も反省してたんで、連絡を取ろうとした,したんですが、なんとですね、ここは連絡がですね、取れないんですよ。そういう状態だったんですね。Facebook で連絡取ってたんですけどね、Facebook をやめちゃったんですね。ですから連絡が取れない。で、こういう状態でちょっと連絡が取れないので、 申し訳ないですけど、あなたの方からですね、ちょっとこれ、彼に連絡してくれないかっていうことで、お願いしたんですよ。したら分かりましたっていうことだったんですが、なんと今度こっちも取れなくなっちゃったんですよ。LINE かなんかでやってたらし,らしいんですけどね。こうするともう本当に打つ手がなくなっちゃったんですね。で、しかも引っ越しちゃってですね、しその、えー、大学を卒業して、で、社会人に本格的になっちゃったので。 でも心配になりましてですね、これはちょっとやっぱり中途半端にですね、手がけてはいけないなということで、かなり反省したんですよ。ただ、幸いですね、結局、ここまた連絡がつながってですね、なんとか、なんとかなんとか、まあ、そこの会社は辞めたらしいんですが、なんとかかんとか、まあ今、生活はできていて、 様子を見ながらですね、やっているということは、えー、耳にしました。で、まあ、こういう状態なので、まあ、もし自分ができることがあったらですね、サポートはしますよということは言ってるんですけども、やはりですね、さすがに合わせる顔がないと、あんだけ言われたのにですね、もう大丈夫ですからと言ってですね、ここの円を切ったということでですね、まあ、切ったっていう言い方があるか、ね、わかんないですけど、ちょっとこの、そういう、まあ、 後ろめたい気持ちというか、何て言うんですかね、罪悪感というか、まあ、合わすかがないですね。なので、まあ、他の、なんか、えー、精神科か心療内科かですが、まあ、治療を受けて、なんとか薬を飲めやっているということだったんですよ。で、これが今回のちょっと動画の、まあ、長くなりましたが、一つの結論というか伝えたいことなんですよ。やはり ここなんですよね。もしここで、やはり、お金のやり取りですよね。いくらかのやり取りがあったら、気兼ねなく、やっぱり言えたと思うんですよ。要望が。そしてまたお願いしますということができたと思うんですが、やっぱボランティアっていうことでですね、しかも、まあ、こういった大学生から社会人に、 変わってとということで環境の変化も大きくなるっていうこともまあ自分としても分かっていたのにもかかわらずですねそこを回避できなかったということで非常に反省していますですのでボランティア無償でセッションをしない方がやはりいいと思うんですよねそれは相手のため長期的に見て相手のため にそれは良くないんじゃないかなというふうに思った次第です。今日の動画は以上です。